はい、こんばんは。さあ、今日も激辛いきますか。この前ね、極激辛と極激辛カレー食べたんですが、極激辛がね、こっちね、無印の方ね、がかなりやばくて、食べた後が特にしんどかったんですよね。食べてる時はまあ食えないことはないんだけど、その後に喋れって言われたら意外ともう口の中ビリビリ痛くてさっていう感じの感想のやつと、極激辛カレー、こっちはまあそこそこ美味しく食べれたみたいな感じでしたね。辛いけど美味しいの範疇かなみたいな、食べやすかったですね、まだね。っていうののハーフ&ハーフっていうのがあったので、なんだと思って買ってきたんですけど、まあいろいろ言っても始まらないので、今日はねとりあえずこれをやっていきます。だいたいハーフ&ハーフどうやって作るんだっていうのがあるんだけど、真ん中でこう仕切られてるのかね、ちょっと分かんないけど、とりあえず開けていきましょう。パッケージだけ綺麗に取る術を覚えた。別にいらないけど。ここに置いとくのいいかな。何食ってるかは分かるよね、確かに。いや、遠すぎて分かんない。カメラに映ってないっていう。よし、中身開けていきまーす。大きいね。まず器が大きい。え、火薬か？なんか大きいね。火薬の袋が大きくなってます。ほら来た来たよ、極激辛ソース赤と黄色、今日はもう2杯分ですね。中もやっぱりそう、見てほら2玉、今2玉入ってます。2杯分食えってことですね。大盛りです、要は。あ、そういうわけで食べていきますか。いや、食べていきますかじゃない、まず処理していきます。湯切りまで済ましていきますね。はい、湯切りまで済ましてきました。さあ、ちょっと開けていきますか。今日はね、火薬下に入れてません。あれ、結局面倒だからどうしようかな。麺の下に火薬入れるのが面倒。まあ、ここでちょっとね、火薬を落とすぐらい大した作業ではないので、かな。で、見た感じ分かれて、あ、ここで分かれてるね。こういうことだ。で、その容器は何も分かれてはいないんだけど、まあ、ここで要はちょっとこっちに寄せたり寄せなかったりとかで分けなさいよと。火薬の量がね、違ってると何か言われるかもしれない。大体一緒だろ。はい、まずじゃあこれ、黄色の方から入れていきますね。指につかないように。先日ね、動画のコメントにちゃんとソース入れてねえじゃねえかみたいなねのがあったので、一応入れておきます。こんな感じ、もうほぼというかないね。はい、から、はい、次赤。これがやばいんだよ。こいつがやばいんだよな。ん？こっちか。ああ、もう匂いがやばい。匂いがやばいよ、こっちから。無印ね、赤の。赤の無印はやばい。よいしょ。ほら、どうだ、文句ないだろう。空っぽね。少し出るかも。出るね。よし、これでいいね。で、今日はね、ちょっと極激から無印トラウマレベルということで助っ人を用意しました。できるだけこれはね、飲みながら食べると個人的には敗北に近いものがあるとは思うんだけど、まあ、できたら食後にはね、ちょっと飲みながらじゃないとレビューもできないんじゃないかなという気がする。
食中はできるだけ飲みたくないな。今まで何も飲んでないもんな。あ、ビール飲みながらやったってなったけど、一回あれ辛いから飲んでるっていうよりは何、ただ単に美味しくて飲んでる感じ。ここで分かれてますね。あ、ちょっと、よし、こんな感じ。一応ここでうっすら線がこう分かれてる感じ。重いね、やっぱ2つ分は重いわ。でね、これ途中で休むと多分死ぬパターンだと思うので、結構まあ一気に食べてた方がいいかなとは思ってんだけどね。こんな感じ。あ、やっぱ怖えな、無印は怖えな。ちょっとね、おじけづいちゃう感じがある。あと、その糖質の量だよこれ。160g ぐらいあるからね、3日分だよ。ダメだってこういうの、こういうのばっか最近食ってるからな。体重は増えないんだけどね、別に。よし、じゃ あ食べていきましょう。いただきます。どういう方針でいこうかな。こっちの方が基本的に辛いので、匂いもやばい、うん、こっちの方が基本的に辛いので、こっち先に食べちゃうとこれもすごい口の中が燃えたぎる状態で食べなきゃいけなくなるので、作戦としてはこっちを先に食べてこっちに行く感じでいきましょう。よし、じゃあいただきます。うん、カレーの方は美味しいんだよね、ほんと普通に。うん、来るね、あれ。もう口の中火事ですね。そういえば 誰かこれの早食いしてたな。このハーフ&ハーフは早食いした方が食べやすいと思うよ。さあ、おまか終わりました。カレーの方がね。なので残ったのをこっちにまとめて、で今度は極液からゾーン行ってきましょうかね。こっちがやばいんだよ、味は。はるかにやばい。あー、辛い、痛い、うん、痛い痛い。あー、思い出した、きた、この痛み。口が回んなくなってきた。痛い、あー、ガチ痛い。ほんと2杯分だよね、これ。多いな。ペヤングいつも1個で少ない少ないって言ってるからね。残りこんだけ。
早速飲みます。あー痛い、あーほんと極液からやばい。ちょっと待ってね、ティッシュがない。あーやばい、あー飲むヨーグルトがマジで手放せない。鼻と涙が出てきだしましたね。口の中痛くて喋れない。あれだね、あの今日のレビューはスーパーで出しておきます。マジでこの無印の方の辛さは異常だね。俺の中ではもう楽しんで食べるレベルではないかな。もうこれは脅威だよ。だからこれは俺はもうリピートはないな。痛い。逆にこれをその食べれるようになりたいとも特に思わないんだよな。これでは旨辛ならいいんだけど、これはねひたすら辛い。あでもそうだな、最初のうちはね旨味はある。普通に焼きそばとして食べてるんだけど、後から来る辛さが尋常じゃなくてさ、その後食べてる時もう麺の味なんかしないもんな。もちろん辛みに強い人は旨味を感じるんだろうけどね、辛みに対して強いっていうか辛みを感じづらい状態だろうから。ヨーグルトでも収まんないわ。とはいえ少しピークアウトしてきたかな。十分痛いけどね、まだ。手の震え少し震えてるな。やっぱ辛いね。やっぱり涙が出てきたな。ほんとこの極液からは個人的には飲むヨーグルト欠かせないね。もうガブ飲み。やばいわ、半分ぐらい飲んじゃったんじゃない？1リッター入り。まあそういうわけで今日はレビューのほとんどが、字幕スーパーになると思いますが、一応これで終わりましょう。あの舌が痛くてね喋れない。まあそういうわけで、ご視聴ありがとうございました。終わります。またね。